はいどうも皆さんこんにちは、ピンプロです。今回はテイルズオブアライズの方を無事クリアまで完了しましたので、いつも通り正直な感想をやっていきたいと思います。初見ストーリークリアにかかった時間が約40時間ということもあり、なかなかのボリュームとなっています。まずはいつも通り私の正直な感想から述べますが、このゲームは課金誘導のクソうざい両ゲーです。このゲームに対する私の感想の内訳としましては、ゲームプレイ部分が非常に良好、 UI 周りまずまず、ストーリー微妙、課金誘導 DLC がゴミ、トータルで良ゲーというふうに私は判断しています。ゲームプレイ部分に関する私の感覚としましては、久しぶりにテイルズシリーズをやったということもありますが、テイルズ系をやっているというよりはスターオーシャンプラスイース割る2のゲームをやっているという感覚でした。戦闘パートに関しては操作性が非常に良く、全体的なまとまりもそれなりということでかなり好感触でした。雑魚敵戦は打ち上げ、コンボ、カウンターを織り交ぜてプレイヤーのやりたいことを押し付けていくゲーム性、逆にボス戦の方はジャスト回避やジャストガードを使いながら敵の行動に対応する形で戦っていくというゲーム性になっていました。強モブが雑魚戦とボス戦の中間ということで、全体的なゲーム性のまとまりは良かったと思います。問題点としましては、戦闘時のカメラアングルがあまり良くない点と、ボス戦時における NPC の床ペロ率がかなり高く、回復リソースを相当持っていかれ NPC になかなかイラつく点だと思います。 UI 周りに関してはキーコンフィグがしっかりありますので、戦闘時のボタン配列を自由にカスタマイズできる点、ファストトラベル周りが良好だった点、この2つは良いです。逆にキャラクターへのカメラの寄りが近すぎてフィールド中などカメラを引きたかったのですが変更できない点や、文字フォントのサイズ変更もできない点などはマイナス評価でしょう。ストーリーに関しては個人的にはかなり微妙です。どこかで見たことがある王道ストーリーの継ぎはぎキメラということで見れなくはないのですが、見せ方の演出が軽くて雑なので良くて微妙といった感じです。最後に課金誘導 DLC というゴミ要素について語っていきましょう。タイトル画面に常にポップアップが出ます。それだけならまだしも、ゲームプレイ中のキャンプパートですら毎回毎回ポップアップが出続けます。そして DLC のパック自体にもソシャゲやネトゲでよくある成長ブーストパック、経験値やスキルポイントの成長ブーストのパックなどが売っています。レベル自体を変えるレベルプラス5、レベルプラス10といったレベル売りますパックまで販売されております。他にも武器やアクセサリーをクラフト、制作する際の要求素材が激減するパックなども売っています。その上でトロフィーにレベルカンスト、武器、アクセサリーをほとんど制作するなどといったトロフィーもしっかり実装されています。もうソシャゲとかネトゲで作り上げて勝手にやってればいいんじゃないのかな、アホくせえなというのが私の感想です。というわけでゲーム性自体はかなり良好ではあるのですが、微妙なストーリーとゴミのような課金誘導を差し引くと、トータル総合で一応良ゲーかなーということで、このゲームに対する私の正直な感想は課金誘導がクソうざい良ゲーということになりました。というわけで今回はテイルズオブアライズの方を無事ストーリークリアまで完了しましたので、いつも通り私の正直な感想になりました。